獣魂は、1916年制作、公開、ユニバーサルフィルムマニファクチャリングカンパニー制作、配給による、アメリカ合衆国のサイレント映画、シリアルフィルムである、日本での別大、曲芸団のペツクの冒険。ユニバーサルフィルムマニファクチャリングカンパニー発のシリアル、国、宝、日本でも公開されて、大反響を呼んだ、名金について同社が制作した、 グレース・キュナードとフランシス・フォードの脚本と監督のコンビによる主演作である。本作にはフォードの実弟ジョン・フォードが全2作のシリアルから引き続き当時の芸名ジャック・フォードの名で出演している。本作はアメリカ合衆国では1916年5月1日から順次封切られた。日本では同年7月の国宝に引き続き同年9月に 浅草公園ロックの帝国館で公開されている。配給は、1 9十五年七月に、東京市京橋区南天馬町三丁目十四番地に、設立された、ハリマユニバーサル紹介が行った。現在、本作の原版、上映用プリントは散逸し、現存しないとみなされている。獣魂、映画各話のサブタイトルの一覧である。ザ・レオパード、S マーク、 エーストレンジインヘリタンスインザライオンズデンザサーカス、マングロルズ、ザハウスオブミステリーザクライフォーヘルプワクライオブザ、リングザレックトウトイテッド、ザリープインザハンズオブザイネミーザスタンピード、オンザ、ハイシーズザクラウンアクトザウィルレトリビューション。ありがとうございます。